皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは挫折を明るく受け入れるというお話をしてみたいと思います。まあそうですね、世間一般的に言う、ポジティブ思考っていうのに近いのかもしれないんですけれども、挫折っていうのは、例えば自分ができると思ったことを、簡単にできると思ったことができなかった場合とかっていうのも挫折感を感じると思うんですよ。で、その特に大きなことにね、チャレンジすればするほど、心が折れるような、失敗した時ですよ、うまくいかなかった時に心が折れるっていうことって多いと思うんですけれども、挫折って別に悪いことじゃなくって、むしろ挫折をしたことがない人って、挫折自体がもう怖くなっちゃってチャレンジができなくなる人も結構多いんですね。エリートと呼ばれる人って、挫折を例えばしないで、ずっと自分も努力したら全部人に認められて、特に学校時代ってそれができちゃうんですけど、社会に出るとですね、理不尽なことってすごく多いんですよ。例えばモンスターペアレンツじゃないや、モンスターカスタマーですかね、いわれのないクレームを言ってくる人とか、世間一般的に考えてもおかしいだろうっていうクレームを言ってくる人もいるし、あと上司とかですね、部下もう上下に挟まれたとしてもですね、なんでそうなるんでしょうっていう不思議なことを言ってくる人と普通に出会ってしまい、自分の努力がそのままストレートに正当評価されなくなるのが割と会社なんですよね。だからそういう時において勉強だけうまくできてきた人っていうのは心が折れて、ひどい場合には自殺っていうこともあったりするので、挫折はですね、あって当たり前っていうか、その心が折れる経験をするっていうことは、逆に心が折れた人に優しくなれたりとかもするじゃないですか。で、それを乗り越えるために、試練とかチャレンジっていうものはするのであって、でないと人ってやっぱり大きくならないんですよね。で、その時に落ち込んで何もできなくなるっていうのは良くなくてですね、基本人生は一方通行なんですね。少し不気味な話を言うとですね、死に向かってしか動いてないんですよ、前に進むっていうことは。ということは残された時間は限られているので、立ち止まってる時間がないんですよね。やりたいことをやり、人を幸せにしたいというふうに、自分もですよ、自分も幸せにして人を幸せにしたいと思うのであれば前に進むしかないんです。ということはもうね、挫折とかね、立ち止まってる暇がないから、カラッと明るく受け入れて、はい次ぐらいの感じの方がいいです。私もこれでね、50歳超えたからこんなこと言ってますけれども、20代の時にそうだったかっていうと、もうちょっとやんちゃでとんがってましたんでねそうじゃない部分もありましたけど、なんでよとかね言って、ただ不屈の精神、折れない精神で困難には立ち向かっていた記憶はありますので、今だともうちょっと余裕でカラッと受け止めて、カラッと受け流すっていうのがかっこいいなと思ってるのでそんな感じでいきたいなっていうふうに思ってます。なので、挫折はですね、じとっと受け入れるんじゃなくて、明るくカラッと受け流すっていうのがいいんじゃないのかなと思っておすすめしています。それでは。